JR 高知駅前にある高知旅広場では先月から土曜日曜祝日によさこいの演舞が行われています。今日は県内のインストラクターらで編成された特別チームよさこい工房さいさいが観光客を出迎えました。人気チーム帯屋町筋が2014年に踊った演舞を当時の衣装で披露しました。元気出た ね、 ね、 よかったね。ゴールデンウィークずっと高知を旅してて、なんなら昨日延泊してもう満喫しました。高知駅のホームでは帰路に着く人の姿が多く見られました。今日の特急南風の乗車率は最大で高知行きが 90%、 岡山行きが 80% でした。